日産プリンス未販売 EVSV の松野です。前回の動画ではアリアの外装をレビューさせてもらったんですけど、今回はですね、前回に引き続きアリアの次は中ですね、内装をチェックしていきたいなと思いますので、はい、じゃあ伊藤君こちらに、こちらにドアの方来ていただくと、ちょっと変わったところありまして、今までの日産車ですね、まあ、インテリジェントキー、まあ、今や当たり前になってきましたけど、まあ、ボタンあったと思うんですよ、はい、今ですねボタンないです。これ今閉まりましたけど、この3本線映るかな、こちらですね、映ってます。こちらタッチすると閉まる、はい、レバーに手をかけると開きます。おということで早速内装の方乗り込んでいきたいなと思いますので、はい、伊藤君助手席でよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、激しい内装やってみたかっただけです、ね、ありがちなやつですね、はい、次内装ですね、内装どっから行きましょう、どう伊藤君から見て、いやまず言っていいですか、はい、ここ四日市本店なんですけど、はい、すごい交通量の多い道路に面してるんですね、はい、外の音全然入ってこないっす。あ、確かにめっかすかにめっちゃ静かじゃないですか。そうですね、今どうです、帰宅ラッシュの時間ですけど、はい、外の車の音確かに聞こえないです。いい手に気づきましたね。それにめちゃくちゃびっくりしたんですよ、はい、まず乗って、まあ、そうですね、EV なんでやっぱ静かっていうところで、まあ、遮音性の高い素材が使われてます、はい、遮音性っていうところにこだわってるので、ただまあ全く聞こえないというよりやっぱり、ね、それは危ないんで、そうですね、緊急車両とか、まあ、救急車とかパトカーとか、そうですね、外の音はかすかに聞こえるは聞こえるんですけど、まあ、今までの車より静かです。そうですよね、はい、はい、であともう一個、はい、今もう5月末ですけど、はい、そうですね、5月末、暑くなってくるじゃないですか。そうですね、エアコンかけたいじゃないですか。はい、エアコンのスイッチが見当たりませんで、まあ、うっすら見えるんですけど、うっすら見えるんですけど、じゃ早速ですね電源入れますか。あ、そうですね、エンジンかけるじゃないですもんね。エンジンかける、電源入れるね。パワーオンです。パワーオンお願いします。はい。はい、パワーオンしますか。パワーオンします。パワーオン。はい。言わなくていいです。静かにこう押してもらって。わかりますね。すいません、パワーオンに、はい、びっくりしすぎてたんですけど、はい、まずなんかいろいろちょっと突っ込みたい点がある、はい、あるんですけど、ちょっと順番に説明していただいてよろしいですか。はい。じゃあどうします、ね、ちゃんと押せてなかったですね。はい。はい、落ちましたね。はい、まずじゃあナビですね。ナビの画面こんな感じですね。そうですね。まずナビめっちゃでかないですか。でかいですね。12.3 インチ。はい。めっちゃでかないですかって、はい。12.3 インチな、めっちゃでかいです。12.3 インチなんで。で、はい、こっちのナビが大きいのはもちろんなんですけどね。はい、こっちのナビ。ナビっていうか画面？画面ですね。メーター、まあ、メーター類が昔って言ったらダメですね。今まで従来で行くとメーター、まあタコメーターがあったり水温計があったりスピードメーター、はいはいはい、あとはまあガソリンとかねありましたけど、はい、まあ、ここのメーターとこうインターフェースディスプレイも一体となってですね。はい。見やすいですね。めちゃくちゃ見やすそうですね。ちょっとそっち座ってないんでわかんないですけど、はい。見やすいです。こんな感じですね。はい、ちょっと今あこれ。電動です。電動で動くんですか。はい、動きます。めっちゃ賢いですね。そうです。あとちなみに今ここオーディオの画面、まあオーディオオフなんですけど今、はい、これをですね、じゃあ松の目線でいきますとこんな感じです。まあここにいろんな情報が出てるんですけど、電池の残量だとか、はいはいはい、でナビがこんな感じですね。運転しながら、はい、ナビってまあどうしてもこう左向いて前向いてってなるんですけど、それそうですよね、だってナビが左画面にしかないんですから、はい、まあまあどうしてもそうですね、縦に2つとかないんで、はい、これですねちょっと見といてくださいね。あ、見ときます。こっちでも映しておきます。シュイッと、はい、こっちに来ました。分かりますかね。え、なんか地図がそっち行きましたけど、こっちもあるんですけどこっちにも来ました。うん、
視線の移動が少なくて済むんで。ああ、なるほどね、はい、こうだからこう前見つつ左見つつじゃなくて同じ方向でこう視線の上下だけで、そうですね、いけるんで、いけるっていう、まあ、シュッとシュッと安全的にもいいですよね、それって。そうですね、やっぱ、まあ、そこら辺も考えて作られてます、はい、すごいですね、はい、そうです。あとそれ以外どう、まあ、さっき言ってたこれでしょ、エアコン、これでしょ、これめっちゃ光ってますけど、今今はねもうオンになったんで、こんな感じで、こう分かりますかね、こうこれね、もう本当にね、ボコボコしてないんですよ、ちょっとお互い取り合ってますけど、お互い取り合ってますけど、じゃあ、あの本当に何て言うんですか、こうなんか押したら、はい、こうへこむ、へこむっていう言い方もおかしいんですけど、へこまないです、分かります、言いたいこと。でも例えばこう、こ音入ってるんかな、ちょっと音入ってるかどうか分からないんですけど、なんかポコっていうような音が入ってるんですね。でこれちゃんと反応してるんですよ、これこんだけ平面だとね、はい、押した感覚ってないと思うんですよ、普通だったら。この辺を押しても、何もないとこ押しても何もないんやけども、この光ってるところ押すと従来のボタンのように操作感はありますね、しっかり。これいいですね、ちゃんとその平面だけど押した時にはこう振動でこう返してくれるっていうのがあります。これなんていうんですか、これハプティクススイッチ、噛んだハプティクススイッチです。で、はい、僕が一番最初にびっくりしたのが、はい、電源入れたら、はい、ハンドルとシート勝手に動きましたよね。あ、動きます。これはどういう原理なんですか。これはドライバーズポジションを覚えてくれてますので、はい、セットしておくだけで、はい、乗り込んだ時に常にも、あ、自分の運転ポジションに戻してくれると。戻してくれる。こう例えば、まあないと思うんですけど、友達がこういう運転の仕方の人やとこのボタン一つで戻してくれます。おお、最高最高。はいはい、後部座席ちょっと今暗いんでライトつけましたけど、わかりますかね。はい、広ないですか。広いですね広々、身長2メートル16センチの僕が座っても足元余裕です。あ、177センチです。はい、そうですね、はい、これなんていうんですかね、膝が当たんないんですよ。膝が当たらない。ああ、当たりそうで当たんない。ちょっと僕の方で試してみてもいいですか。はい、ちょっと一回後ろ下げます。これね、今一番後ろに座ってる、座ってる、はい、今一番後ろなんですよ。これが前の助手席のシートが、ね、あ、そうですそうです、助手席のシートを一番後ろまで下げて、僕身長182センチなんですけど、はい、まだ膝空いてます。これ相当広いと思いますよ。これね、多分ただ今までの車だったら当たってたんですよ。と申しますと、これ分かりますかね、ここへこんでるの。あ、ちょうど今光の加減で分かりますかね、ここですよね、ここ。そう、これ新型の成形トリム使用して、膝が、ね、はい、238です。膝当たらないようになってるんですよね。これめちゃくちゃ良くないですか。これね、高身長組にはありがたい。当てに行かないと、ただ僕ちょっと足短いんであれなんですけど、僕は伊藤君はそうですね、はい、足長めなんで、あんまり自分では言いたくないですけどね、はい、僕自分でも言いたくないんですけど、足短めなんですけど逆に言いたくない。すいません、さっき当たりそうで当たらないって言いましたけど、はい、全然当たんないです全然当たんないです。これめちゃくちゃいいですよね。でもちろん足元にこうね、あ、これ何気に嬉しいですよね。これ何気に嬉しい、靴入るやつ。そう、靴入るやつね。さっきね、前で運転席の足元広いってことでね、寝れましたけど、はい、これシート前にしたら熟睡できます。はいはいはい。ほんであれですよね、ここがそのフラットのおかげで、はい、その例えば5人乗るとき、あ、そうですね、にその真ん中に乗る人ってどうしても、ね、はいはい、従来だとこう段差があったりだとかして、こう足開きがちになったりだとか、こういうやつですね、こういうやつ。あ、そうそう、そういうやつ、そういうやつ。あ、ないですね、もう一緒。ちょっと一回座ってみていいですか、僕。あ、あの全然座れる座れる全然座れる。足グイン上げなくても
ぐい上げへんでいいです。いけますね。めちゃくちゃいいっすねこれ。そう案外ね、ありますね。僕ちっちゃい時家族で出かける時絶対真ん中でしたね。あるあるね。足グイーンって上に上げて、はい、ちっちゃい子が真ん中みたいなもんないです。今広いんでね。そうですね。であとあれですもんね、ここにもそのタイプ A とタイプ C の、 USB ソケットがあるのと、あとシートヒーターですね。ありますんで。もう、あ、もちろん前世ちょっと紹介しそびれた。忘れてましたね。忘れてました。しそびれたんですけど、シートヒーターもちゃんと前もあるし、もう後席もちゃんとありますので、冬場でも安心してご使用いただけると。そうですね。いうことですね。はい。ということで今日はですね、アリアの内装レビュー、まあ一緒に見ていただいた限りでは、まあ、前回の外装と一緒で、まあ、3分の1ぐらいしか伝わってないと思うんで、まあアリアの良さはね他にもありますし、まだまだちょっと僕らも未熟者なので、はい、まあ神々ですし、はい、これからももっと頑張りますけど、はい、ぜひね、内装も外装も含めてまた日産プリンス三重に足を運んでいただけたらなと思います。はい。ということでアリア内装チェック編以上。はい。もっと日産車見たいとかあったら、まあ、こんなところ見て何教えてほしいとかコメント残していただいたり、チャンネル登録と高評価ボタン押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。